京で堀市をやっているガリョです。いつもやってるタトゥーの、そのままをイメージというかそのままペンを持ってペンがそのまま描いた感じ。まあ俺またタトゥーの話になっちゃうけど、日本のタトゥーは、季節があってその花とか葉っぱとか木とかを見れるからそれはまあ好きな部分であります。生き物、大体生き物、まあ動物ですけど、まあ、入れ墨、日本のタトゥーではやっぱその動物が多くて、まあ、一番メインなものだと思いますね。まあ俺には、音楽、俺はギターを弾いたりバンドやったりするんで音楽もやるんですけど、そういうなんか自分の中にあるものを、俺の喋る口の代わりに出すもの、表現するもの。東京で堀市をやっているガリョです。